桜もほころびかけ、輪島川にいさざを取る風景を見かけると、輪島の春も本番です。長い冬を過ごした奥能登人の前に、春は曳山祭りとともにやってきます。曳山祭りは、久下市町の住吉神社では4月4日、5日、河合町の十蔵神社では5日、6日ににぎにぎしく挙行されます。石川県輪島市は能登半島の北部に位置しています。2006年2月に隣接する門前町と合併し、新しい輪島市が誕生しました。住吉神社の祭りの準備は前日の4月3日、神輿のお立ち寄りどころとなる家々の飾り付けから始まります。輪島の曳山祭りは2つの神社で寛文年間の頃よりおよそ400年間続いています。曳山湖から高さ5メートル、重さ2トン、総輪島塗の曳山が姿を現します。曳山の舞台には、年ごとに工夫を凝らした自慢の人形が飾られます。この年の住吉神社の人形は、水戸光圀でした。曳山の周りには春のお祭りらしく華やかに桜が一面に飾られます。十蔵神社では4月5日、宵祭りの早朝に曳山湖から曳山を出して飾り付けを行います。十蔵神社の人形は桃太郎です。住吉神社の曳山と同様に一面に桜を飾ります。桜飾りは輪島曳山祭りの大きな特徴です。住吉神社は5日が本祭りとなります。祭りのすべてを取り仕切るのは41歳、42歳の役男たちで組織されたお頭組と呼ぶ集団です。彼らは曳山巡行に関わる資金調達をはじめ、春祭りの準備から運営に至るまで組織を挙げて1年間奉仕活動にあたります。曳山巡行の前にお頭組の中から選ばれた会長宅で神事が行われます。
おみきを曳山に乗せて午後2時ごろ住吉神社を出発します。曳山はおよそ2キロの道のりを祭り囃子に乗ってゆるゆると3時間かけて巡行します。お党組の会長は運行の総指揮を曳山に乗って行います。子どもたちが曳山の巡行に参加することで祭りは華やかさを増します。曲がり角はみんなで声を合わせ力を一つにして進みます。春の訪れを告げる曳山を見ようと沿道には多くの観衆が集まります。市街地を流れる輪島川沿いをのんびりゆったり巡行します。夕方5時過ぎに住吉神社に戻ってきました。祭りのフィナーレは餅まきです。縁起物の餅をもらうために境内にはたくさんの人たちが集まります。餅まきが終了すると住吉神社の曳山祭りは滞りなく幕を閉じます。5日の夜、十蔵神社の曳山が宵山巡行に出発します。この年、夜の巡行が行われるのは6年ぶりのことです。明かりを灯した曳山はゆっくりと街中を進みます。
6年ぶりということもあり、沿道にはたくさんの人が集まりました。町の真ん中に到着すると餅まきを行います。宵祭りの日、十三神社では神主全員が神主舞を披露します。神主舞は即興で踊るユーモラスで珍しい神事で、見ている人が喜べば神様もお喜びになられ、福を与えてくれるとの言い伝えがあります。それでは、今日はとにかく一日頑張りましょう。6日、十三神社の本祭りです。朝9時ごろ、神社を引き山が出発し、およそ6時間かけて 5.2 キロの道のりを巡行します。引き山が巡行することで町の厄を払い、福をもたらすという願いが引き山には込められています。引き山が大きく回転するときはジャッキで持ち上げ、回転用の辻回し車を出します。そして力を合わせて一気に方向転換します。この祭りのために地元の酒蔵で仕込んだ白酒が沿道の観衆に振る舞われます。
用意した餅の数は全部でおよそ200個。あっという間になくなります。夕方4時ごろ、曳山が十三神社に到着すると、祭りは終わりの時を迎えます。曳山祭りを取り仕切る御頭組は、年度中の祭礼にも協力し、自らの役が除かれるのは奉仕の賜物だと考えています。そして御頭組の仲間同士を御頭連れと呼び、曳山の奉仕を契機として以後生涯の信仰となるのです。輪島曳山祭りは役を除く祭りであると同時に、男同士の結束を確かめ合う祭りでもあるのです。四季の吹き流しをたなびかせ、船形の曳山が巡行する山王祭り。日が暮れると数百の提灯が飾られ町を練り歩きます。毎年8月10日11日に能登半島の海沿いに面した水月で繰り広げられる勇壮な祭りです。山王祭りは豊漁を祈願する水月住吉神社の夏祭りです。8月10日早朝、青年会の人たちによって曳山の飾り付けが行われます。青年会は飾り付けから巡行のコースなど、曳山に関わるすべてが任されています。曳山飾りの特徴は、この色とりどりの吹き流しです。水月には、結婚や出産など、祝い事があった家庭が、吹き流しを神社に奉納する習わしがあります。また、吹き流しは、山王祭りがかつて月遅れの七夕の日に行われていた名残です。水月は能登半島の北西部に位置する半農半漁の町です。180世帯およそ400人が暮らしています。
飾り付けが終わると安全祈願を行います。車止めが外され、曳山は高台にある住吉神社から坂を下ります。曳山は神輿を先導する役割があります。海沿いの道に出たら午前の巡行は終了します。この時、真夏の北風にたなびく吹き流しは町の人たちにとって最高の眺めになっています。午後、神社で神事が執り行われます。水無月はかつて比叡山延暦寺の総園であった失楽省の中心の集落であり、水無月住吉神社はその総社で、江戸時代までは三の宮と言いました。祭神は頼神様とも言われています。神様を乗せた神輿が神社を出発します。先頭は猿田彦、その後ろに神の馬、神馬が続きます。そして大太鼓、子供たちが打つ小太鼓、総勢十数人が神輿のお供をします。神輿は頼神様の伝承がある西町にある神様岩と川南町にある神様池の近くで神事を行います。夕方5時、オカリアと呼ばれる神様のお宿を曳山が出発します。宵祭りの巡行の始まりです。青年会の男たちは白いワイシャツと白いズボンという特異な姿となり、曳山を動かします。前の綱を引く男たちと後ろの綱を引く男たち、合わせて150人が掛け声に合わせて巡行します。神様が通る道には盛り塩を置いて清めます。街中は吹き流しが電線にぶつからないように畳んで進みます。吹き始めから1時間ほどすると20代の若者が曳山の上で乱舞します。山王祭りの大きな見せ場になっています。日が沈む頃、曳山は町中から再び海沿いの道に出ます。ここでおよそ300個の提灯が飾られます。水無月の曳山の特徴です。
夜7時ごろ、オカリアに向けて出発です。ここでは子どもたちも一緒に弾いて祭りに参加します。夜の海辺に提灯が灯り、五色吹き流しをたなびかせた曳山が幻想的に浮かび上がりました。オカリアに曳山が到着すると、祭りの熱気は最高潮を迎えます。馬掛けの神事です。神様の使いである馬に触ると厄除けになると言われています。五兵衛切子が鳥居とオカリアの間の参道を三往復します。神輿も同じく参道を三往復してからオカリアに収まり、海辺で一夜を過ごします。8月11日、本祭りの朝は出し起こしという曳山の飾り直しを行います。祭りの日に欠かせないのは料理です。煮しめに使われる長い里芋は水無月で収穫される独特の野菜です。ところてんにはごまたれをかけていただきます。これも水無月独特の食べ方です。本祭りの曳山は午後2時ごろ、オカリアを出発し神社に向かいます。曳山が方向を変えるときは、熟練したものが手振りという欅で作った舵棒を使い操作します。神輿は午後3時ごろ、オカリアを出発します。神輿が街中を進む光景は、奥能登ののどかな風情を感じさせてくれます。
秋山が神社の前の急な坂道までやってきました。男たちが威勢の良い掛け声を掛け合い、力を合わせて登っていきます。困難な上り坂は男たちの絆を確かめることにもなっています。ようやく神社の前に到着すると、今度は境内の周りを一周します。そして若者たちのランブが最後の見せ場になります。境内でもオカリアと同じく神輿を3回往復させて神社に納めます。曳山巡行を取り仕切る青年会のほとんどは水無月を離れて生活しています。男たちは祭りが終わるとまた来年会うことを楽しみにして仕事に戻るのです。奥能登に伝わる山王祭りは若者たちの結束によってしっかり守られているのです。能登半島でも最も美しい自然が残ると言われる輪島市の西方海岸、その中心の町大沢で毎年8月17、18の2日間繰り広げられるのが静浦神社の夏季例大祭、大沢曳山祭りです。その昔奥山に潜んでいた猿鬼が地区の人たちを困らせたため、これを鎮めるために出雲の神を招聘して社殿を建立し、それを祝ったことがこの夏祭りの起源と言われています。夏祭り初日、宵祭りの朝、集落の中央に位置する静浦神社では曳山の飾り付けなど祭りの準備が行われています。
大沢町は輪島市の西海岸に位置する半農半漁の町です。世帯数はおよそ80戸。家々には強烈な冬の季節風から守る間垣と呼ばれる竹の囲いが施され、冬の風物詩になっています。大沢の夏祭りにはみこし巡行の先導役として引山一揆が引き回されます。引山の飾り付けは16歳から35歳までの若者たちで構成する大沢壮年団の仕事です。海に面した広場ではオカリア作りが行われています。壮年団を卒業した人たちが携わります。オカリアの前には鳥居の形をした宝塔が建てられます。引山にはカラフルなのぼり旗が建てられます。女の子を出産したお母さんが子供の名前で奉納する習わしです。2体の人形は歌舞伎などの演目に合わせて毎年異なった衣装を着せて引山を飾ります。引山には多くの猿子が飾られます。災いが猿という一種の魔除けで、猿子作りはおばあさんたちの仕事です。引山を引くことを許されない大沢の女性たちにとっては、のぼり旗の奉納と猿子作りが祭り参加の手立てなのです。飾り付けを終えた引山は鳥居の外へ出して神事を待ちます。鳥居をくぐるとき、引山の傘を一旦取り外します。このまま開けてくれ、そこの川へ。大沢の夏祭りにはみこしの前を行く触れ太鼓のほかは太鼓がありませんでした。しかし近年の太鼓ブームもあって、新しい太鼓チームが結成され、今では勇壮に太鼓を打ち鳴らし、祭りムードを盛り上げるのに一役買っています。引山の前では宮司による神事が始まっています。巡行の安全を祈願します。いよいよ引山の出発です。この日はまず引山単独で神社を出て海岸通りを行き、集落の東の端、長手地区まで進みます。引き手は壮年団の団員だけという決まりです。静浦神社では神輿の蔵出しが行われています。神社では宵祭りの祭典が始まりました。大沢地区は中世の時代、門前町水月と同じ失楽の庄に属していましたが、静浦神社は失楽の庄の総社だったといい、社名の静浦はこの失楽に由来するのではないかと思われます。
いよいよ紙写しの儀です。晴天だった朝方とは打って変わって雨が激しく降り出しました。みこしのお立ちです。宵祭りのみこしは神社を出て中島地区から長手地区を回り、海辺のオカリアに入るコースを巡行します。みこしは狭い道も通るため、引き山は道幅の広い海岸道路を進みます。大沢の引き山は前と後ろに引き綱がついているのが特徴で、180度の方向転換はほとんどありません。引き山の運行にとって大切な役目を果たすのが根取衆と呼ばれる人たちで、引き山の方向を変えたり止めたりする際に技術を要します。この根取衆はかつてはその年に壮年団を退団する大幹部が担当していましたが、団員不足の近年は OB が引き受けています。みこしがオカリアに近づく頃には、それまで別々に動いていた引き山と出会います。みこしが引き山にぶつかっていく場面がしばしば見られます。これは大沢の引き山祭りの特徴の一つ、馬と呼ばれるものです。馬はオカリア前でも行われます。馬を行う理由は、本来引き山を引く若者たちが祭りを長く続けたいとの思いから、みこしのオカリア入りや本殿入りを阻止するというものです。同時に引き山の若者とみこしを担ぐ OB たちとの力比べの意味合いもあるようです。一説には静浦神社の神様はせめぎ合いを好むからとも言われています。こうしてみこしはようやくオカリアに入るのです。オカリアでは神事が行われます。こうして祭り初日、宵祭りの夜は暮れていきます。祭り2日目、本祭りの朝は子供相撲の土俵作りから始まります。この日の夜、奉納相撲が行われるのです。白い装束に身を固めた若者たちがオカリア前へ向かいます。引き山を整え、この日もみこしよりも前にオカリア前を出発します。昨日とは反対の集落の西の方を引き回します。昼過ぎ、みこしがオカリアを出発します。この日の巡行は西出地区を回り、静浦神社に戻るコースです。
かつては神主が招待を受けた家で神事を務めていましたが、現在は集落の決められた数箇所でお立ち寄りの神事を行います。神輿が通る路上には清めの塩盛りをします。以前は海砂や玉砂利を用いたと言われます。赤いたすきの音頭取りが歌うのは大沢引山歌です。元来は伊勢神宮の20年に一度の遷宮に伴う置き引き音頭で、音頭取りの呼びかけ音頭に引き手が掛け声で答えます。引山は海岸道路を何度も行き来し、ところどころで神輿と揉み合います。こうして神輿と引山は夕方静浦神社に戻り、境内で最後の馬を演じます。
神戻しの儀が行われ、大沢曳山祭りの幕が閉じられます。夜、オカリア前の砂浜では子供相撲が行われます。かつては大人の相撲が主で、昭和54年頃まで静浦神社の奉納相撲といえば知らないものがないほど有名で、輪島市外からも大勢の力自慢が参加し、盛んなにぎわいを見せたといいます。奥能登らしい風景が今でも色濃く残る大沢町。そこで繰り広げられる勇壮な曳山祭りは、子どもからお年寄りまで全ての町の人たちが楽しみにしている大きな行事なのです。